マルウェア。マルウェアとは、不正かつ有害に動作させる意図で作成された悪意の、あるソフトウェアや悪質なコードの総称で、コンピュータウイルスやワームなどがある。悪意のコード、マリショスコード、悪意のソフトウェア、マリショスソフトウェア、悪意のある不正ソフトウェア、有害なソフトウェア、不正プログラムとも呼ばれる。マルウェアの行う活動としては、 データの破壊やデータの盗難などがあるが、こうした悪意のある行動をするソフトのみならず、ユーザーの望まない広告を勝手に出すアドウェアのような迷惑外もマルウェアの範疇に含める場合がある。マルウェアは悪意のあるという意味の英語、マリショス、マリシャスとソフトウェアを組み合わせて作られた混合語である。類義語としてクライムウェアがあり、これは マルウェアの中で特に犯罪に使われるものを指すとするものもあるが必ずしもこれを要件としないものもあり、マルウェアとの関係は半然としない。マルウェアの種類の代表例として以下のものが挙げられる。なお、以下の種類は排他的ではなく複数の種類の定義を満たすマルウェアも存在しうる。競技のコンピュータウイルスあるいは単に競技のウイルスとは 他のプログラムやファイルの一部を書き換え、規制、感染、自己複製する機能を持つ、マルウェアのことである。感染対象のプログラムのことを、ウイルスの宿主もしくはホストプログラムという。競技のウイルスは、感染経路を取得するなどの目的で、プログラムなどに感染した後一時的に潜伏し、その後しばらく経ってから活動を開始、発病するものも多い。 抗義のウイルスは文脈によって定義が様々であるが、コンピュータウイルス対策基準では、自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のいずれかを持つ課外プログラムのことをウイルスの定義として要している。講述するアームやトロイの木馬は、脅威のウイルスではないが、この意味での抗義のウイルスには属する。最講義では、ウイルスという語は、マルウェアと同義であり、マスメディアなどでは、 この際抗議の意味に用いられるが、これは雇用であるとされることもある。ワームはウイルス同様自己増殖するが、ホストプログラムを持たず、単体で存在するプログラムのことを指す。バックドアとは外部からコンピューターを操るために作られたコンピューターへの不正な侵入経路のことで、ラットとも呼ばれる。バックドアを仕掛けるマルウェアをバックドア型と呼ぶ。 トロイの木馬は一見無害なファイルやプログラムに偽装した上でコンピューターに侵入したと悪意のある振る舞いをするものを指すことが多いが偽装を行わずに OS 等の脆弱性を悪用して買ってインストールされてしまうものもトロイの木馬に含める場合がある競技のウイルスと違い自己増殖機能は持たないまたトロイの木馬の定義として単体で存在し縮手を必要としないことを要件に 加えるものもあるが、これを要件としない場合もある。トロイの木馬の定義として、コンピューター内部に侵入した後攻撃者による外部からの命令で悪意のある振る舞いをすることや、バックドア型であることを要件にする場合もある。スパイウェアは情報収集を主な目的とし、コンピューターの内部情報を外部に勝手に送信するソフトウェアでユーザーが気づかないうちに、 パソコンにインストールしているパターンが多い。IPA とジャンス s の定義によれば、スパイウェアとは、利用者や管理者の意図に反してインストールされ、利用者の個人情報やアクセス履歴などの情報を収集するプログラム等のことである。スパイウェアは、マルウェアの一種とみなすことが多いが、シマンテックはスパイウェアを、マルウェアに含めていない、クライムウェアには含めている。 キーロガーもしくはキーストロークロガーはキーボードからの入力を記録するプログラムのことでキーロガーというものそれ自体はマルウェアではなくコンピューターの所有者自身がデバッグのために仕掛けるなどの使い方もあるがパスワードや個人情報などをダッシュするため悪意を持って仕掛けられるなどマルウェア、スパイウェアとして用いれることもある同様にネットワークを通るパケットを監視するスニッファも 盗聴目的で使われる場合がある。ボットも、その言葉自体は常駐して、チャットで会話するなどといった機能を持つ任意のプログラムを指すもので、必ずしも、マルウェアを指すものではない。マルウェアとしては、ボットネットと呼ばれる仕組みにより、a r クなどを利用して攻撃者から命令を受け取り、命令に応じて、リードス攻撃やスパムメール送信などを行う、マルウェアを指す。 ボットに感染したコンピューターによって構成されたネットワークをボットネットもしくはゾンビクラスだという。それに対しボットネットに指令を出すサーバーを C&C サーバー、コマンド,ンドコントロール、サーバーという。またボットなどの感染により攻撃者による遠隔操作が可能なコンピューターをゾンビマシンという。ルートキットは攻撃者が被害者のコンピューターに 侵入した後に用いるツールを集めたパッケージで、マルウェアとして、被害者のコンピューターに仕掛ける。侵入の発覚を防ぐ、ログ改ざんツール、バックドアを仕掛けるツール、キーロガー、パスワードや、クレジットカード情報等の窃盗ツール、DDoS 攻撃用のボット化、ツール、セキュリティソフトの無効化ツールなどが含まれていることがある。こうした攻撃を容易にするため、 システムバイナリーを含めたファイルを数百個単位で改ざんする。ルート権限を奪うなど管理者レベルのアクセス権を取得することを定義とする場合もある。ランサムウェアはコンピューターをロックしたり重要なファイルを暗号化して読めなくするなどして被害者を困らせ身の白金を払えば元に戻すと脅迫するマルウェア。スケアウェアとはユーザーの恐怖心を煽る。 偽の警告メッセージ、PC から違法ポルノやウイルスが検出された等を表示し、問題を解決するには、所定の金額を支払うようにとスマルウェア。ダウンローダーは、サイズの小さなマルウェアで、攻撃者のサーバから被害者のコンピューターに実行ファイルなどをダウンロードするなど、さらなる攻撃の足がかりにする。アドウェア、アドウェアは、 ユーザーの望まない広告を勝手に出すソフトウェアである。アドウェアないしその中の悪質なものもマルウェアの範疇に含める場合がある。不正行為を実行するために攻撃者はマルウェアを作成するがその不正な試みが検出されてしまってはその目的を達成することはできない。セキュリティベンダーがセキュリティ技術を進化させるとそれに合わせて攻撃者も技術を進化させる。 セキュリティベンダーと攻撃者の間では、いたちごっこが繰り返されている。回避技術は、検出、分析、把握を回避するために、マルウェアが使用する手段の総称である。セキュリティ技術に対する回避技術は次の3つに分類できる。高度なマルウェアの中には、このような技術を組み合わせて利用しているものもある。例えば、ルンペ、メモリー内で、 自身のプロセスをもう一つ実行するなどの技術を使用して、マルウェア対策ソフトウェアやサンドボックス分析を回避している。また、仮想環境に関連する特定のレジストリキーを検出し、サンドボックスでの自動分析や仮想マシン上での動的分析を回避するマルウェアもある。ウイルスをはじめとしたマルウェアはセキュリティソフトに発見されないよう。 下記のようなツールや手法を用いていることがほとんどである。また、サイバーセキュリティの回避技術でよく使われる用語がある。ここで、攻撃者が使用するツール、手法や用語をいくつか紹介する。クリプター、クリプター、マルウェアの実行時に、マルウェア対策エンジンや性的分析による検出を回避するため、マルウェアの暗号化と複合を行う。クリプターは、 攻撃対象に合わせて作成されることが多く、闇市場で購入することもできる。クリプターをカスタマイズすることで、複合や逆コンパイルがさらに困難になる。基地の高度なクリプターとしては、イージスクリプター、アルマジロ、RDG テジョンなどがある。パッカー、クリプターと似ているが、マルウェアファイルの暗号化ではなく、圧縮を行う。アプックスが代表的なパッカーである。 バインダー、複数のマルウェアファイルを一つに結合する。マルウェアの実行ファイルの拡張子を変更せず、JPG ファイルに結合できる。マルウェア作成者は、正規の E k c ファイルに、マルウェアファイルを結合しようとする。プンパー、ポンパー、ファイルサイズを増やす。これにより、マルウェア対策エンジンによる検出を回避できる場合がある。ふぞ、マルウェアの販売者が、 ツールの説明やアピールに使用するもので、あらゆるマルウェア対策ソフトで完全に検出不可、フド、フリーアンディテクタブルであることを表す。有効なフドプログラムは、スキャンタイムとランタイムの両方を組み合わせ、100%検出不可を実現する。基地のフドとして、次の2種類が知られている。ユニークスタブジェネレーター、ユニークスタブジェネレーター、実行中の 各インスタンスに固有のスタブを作成し、検出と分析を困難にする。スタブとは、通常、元のマルウェアファイルのメモリーへの読み込み、複合、または回答に使用するルーチンが含まれる。ファイルレスマルウェア、ディスクにファイルを書き込むことはせず、自身をメモリーに挿入することで、システムに感染する。難読化。 マルウェアのコードを簡単に人が理解できないようにする。プレーンテキストの文字列をエンコード、X はベース64などし、マルウェアファイルに挿入したり、ジャンク関数をファイルに追加する。ジャンクコード、無駄なコードや偽の命令をバイナリに追加し、逆アセンブルを欺いたり、簡単に分析されないようにする。アンチ、保護ツールや監視ツールの回避、無効化。 終了に使用するすべての手法を指す。地下フォーラムや闇市場で使用される。バーチャルマシンパッカー、仮想マシンパッカー、仮想マシンの概念を取り入れた高度なパッカーである。マルウェアの EQC ファイルが圧縮されると、元のコードが仮想マシンのバイトコードに変換され、プロセッサーの動作をエミュレートする。基地のものでは、ベンプリテクト、コディバートシアライザーでこの手法が利用されている。 最も一般的な回避技術は次の通りである。マルウェアは下記のように様々な感染経路によって感染活動を行っている。ネットワーク感染やメール添付感染等の感染手法のほかにホームページを見ただけで感染するウェブ閲覧感染型も感染手法の一つとして確認されており、その方法も高度化、巧妙化している。 下記に感染経路の例を示す。マルウェアの検出には、マルウェア検出回避技術に対抗するために、様々な技術を用いている。下記に例を示す。ただし、いかなる方法、手段、技術を用いても、未知のマルウェアを100%検出、発見切るわけではない。また、いかなる方法、手段、技術を用いても、未知のマルウェアからパソコンを100%保護してくれる。 わけではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。